日本の春、桜とともに。春が来ると日本各地では美しい桜が咲きますが、開花時期は地域によって変わります。最も早いのは沖縄で、1月下旬から2月にかけて。本州の主要都市では3月下旬から4月上旬にかけて桜が咲き始めます。最も遅く桜が咲くのは北海道で、4月下旬から5月上旬にかけてです。桜の花は開花してから満開になるまで約1週間、満開から花びらが散り始めるまでさらに1週間程度と、非常に短い期間しか楽しむことができません。本日は日本文化に興味のある皆さんとお花見に関して話していこうと思います。お花見の由来。お花見の習慣は奈良時代まで遡り、最初は梅の花を観賞する貴族の行事でした。当時は中国から伝来した梅の花が珍重され、貴族たちは庭園に梅の木を植え、宴会を催していました。平安時代になると桜の花が梅にとって変わり、お花見の主役となりました。桜は梅よりも華やかで美しいことから、貴族たちにもっと愛されるようになったのです。当時の貴族たちは桜の下で花会や宴会を開き、詩歌を読んだりお酒を酌み交わしたりして、春の訪れを祝いました。特に江戸時代になると、将軍家が人々に桜の木を植えることを奨励し、多くの桜が植えられるようになりました。これにより一般の人々も気軽に桜を楽しむことができるようになり、お花見は今見られるような春の重要な行事として定着しました。今ではお花見は春の来たことを知らせる大切な行事で、家族や友達、会社の人たちと一緒に桜の美しさを感じます。公園や川沿いなど桜がきれいに咲いている場所では、多くの人が集まり、昼間はピクニックを楽しみます。夜にはライトアップされた桜を見ることもあります。お花見は日本の自然や文化を感じることができる特別な時です。桜の名前の由来。桜の名前の由来にはいくつか面白い話があります。1つ目、豊かな収穫の木。さは田んぼで作物を守る神様、蔵は神様が住む家みたいな場所です。この2つを合わせて桜という名前になりました。要するに桜の木は豊かな収穫を守る神様が宿る特別な木という意味があるんです。2つ目、美しい神様の名前。この花咲くや姫という名前があって、これは昔のお話に出てくる美しい神様の名前です。桜の名前はこの神様の名前から来ていると言われています。つまりこの美しい神様のように綺麗な花を咲かせるという意味です。3つ目、うららかに咲く木。咲きうらという言葉があり、うららかに咲くという意味です。
この言葉から桜という名前が来たという話もあります。桜の花がきれいに咲く様子を表しています。日本三大桜。多くの桜の名所の中で、特に日本三大桜として有名なのがあります。福島県の三春滝桜。山梨県の山高神代桜、岐阜県の根尾谷薄墨桜の3つです。これらの桜は、それぞれに長い歴史と美しい風景を持ち、春の訪れとともに多くの人々を魅了します。三春滝桜。福島県の三春町にある三春滝桜は、樹齢は約1000年と言われ、見事なしだれ形状が特徴です。この桜の名前は、枝が滝のように流れ落ちる様子から名付けられました。春になると、淡いピンクの花を咲かせ、その美しさで多くの人々を引きつけます。この桜の下では、お花見を楽しむことができ、春の訪れを感じさせてくれる場所です。山高神代桜。山梨県北杜市にある山高神代桜は、樹齢は2000年以上とも言われ、日本で最も古い桜の一つです。この桜の名前、神代は、非常に古い神々の時代からあるような古さを意味しています。春になると美しい花を咲かせ、見る人に深い感動を与えます。この桜は、その長い歴史とともに、日本の文化や自然の美しさを象徴する存在として、多くの人に愛されています。根尾谷薄墨桜。根尾谷薄墨桜は岐阜県本巣市にあります。樹齢は約1500年とされ、その名前は桜の花の色が淡い墨のように見えることから来ています。この桜は高さ約16メートル、木の周りは約 9.5 メートルで、春には淡いピンク色の花を多く咲かせます。根尾谷薄墨桜は静かな美しさで知られ、春の季節には多くの人がその美しい姿を見に訪れます。日本三大桜は春の訪れを告げる大切なシンボルとして、これからも多くの人々に愛され続けるでしょう。桜の用途。桜はその美しさだけでなく、様々な用途があります。一つ目は木の用途です。桜の木は硬く耐久性があります。そのため、家具や工芸品の材料として使われることがあります。桜の木で作られた品物は、美しい木目が特徴で、日本の伝統的な美しさを感じさせます。二つ目は、花の用途です。桜の花や葉は、食用として利用されます。塩漬けにした桜の花びらは、和菓子の飾りやお茶受けとして使われます。桜餅の包みに用いる桜の葉も独特の香りを和菓子に加えるために使用されています。また、桜の花を乾燥させたものはお茶として飲まれることもあります。春の訪れを感じさせる香り高いお茶は特別な時のおもてなしにも用いられます。お花見を楽しむ時の注意点。一つ目、ゴミは持ち帰りましょう。お花見をした場所に
ゴミを残さないようにしましょう。二つ目、マナーを守りましょう。周りの人々や自然に配慮し、大声で騒いだり、桜の木を傷つけたりしないようにしましょう。三つ目、場所取りのルールを守りましょう。人気のお花見スポットでは、場所取りのために早くからシートを敷くことがありますが、長時間放置することは避け、ルールを守って使用しましょう。四つ目、飲酒に注意しましょう。お花見ではお酒を楽しむことも多いですが、飲みすぎに注意し、公共の場では節度を持って飲酒しましょう。五つ目、交通ルールを守りましょう。公共の交通機関を使用する場合は、ルールを守り、他の利用者に迷惑をかけないようにしましょう。六つ目、写真撮影のマナーを守りましょう。他人のプライバシーに配慮し、無断で人を撮影しないようにしましょう。七つ目、天候に注意しましょう。非常に短い期間しか楽しむことができないので、気候や桜の開花予報をよく確認することが大切です。また、春の天候は変わりやすいので、雨具を準備するなどして対策をしましょう。これらの注意点を守ることで、お花見はもっと楽しく、みんなが快適に過ごすことができます。お花見の話、いかがでしたか？この行事は、日本の文化を知るいいチャンスでもあります。今年の春も、桜の花とともに、新しい思い出を作りましょう。